イビロンの生信女、イビロンの生信女、イビロンの生信女はギリシャのアトス山にある聖教会のイコンである。伝承では福音記者ルカが描いたとされていて、オリジナルはアトス山のグルジア聖教会イビロン修道院にあり、名称イビロンはグルジアの古代イベリア王国に由来する。このイコンの複製画は様々なところに置かれている。ロシア聖教会では イベルスカヤの生真女と呼ばれていて、1648年にコピーされた複製画が赤の広場の入り口のバスクレセンスキー門のイベルスカヤ、礼拝堂に設置されて数形を集めていたが、1917年のロシア革命以降行方知らずになっている。しかし、今でもロシアで複製画が最も作られている遺コの一つである。いくつかの複製遺コは、 不思議な力があるものと信じられている。その中でも、カナダ・モントリオールのイコン、ハワイ・ホノルルのイコンは、持つ役を出し続けることでも知られていて、様々なところへも引き回されている。コンスタンチノープルにもともとあった、精神女がイエスを抱いている構図に基づいていて、これには、ポーランドのクラクフにあり、一般に、黒い聖母と呼ばれる、ヤスナグラの聖母などがある。 イビロンの生信女のコピー、セオリコス・イーバースカイユ、ありがとうございます。